今日は柚子鍋、柚子の鍋、これ自家製、輪切りに3個分取ると絞ったやつが2個分、あとキクラゲ、油揚げ、えのき、うちの春菊と裏に水の中で入ってたので、ママが作った柚子胡椒、ママが作った柚子胡椒を入れます。はい、はい、柚子胡椒を入れます。はい、あぐにの塩、沖縄のあぐにの塩、取りたての柚子を入れます。これで味が完成した。はい、お酒、はい、今日は11月3日文化の日、皆さん何してましたか？サクちゃんズは今バーベキューに凝っていて、セリアの100円ショップでバーベキューグッズ買いました。100円ショップで3000円近く買いました。最後、キクラゲと揚げ、揚げは少し焼きました。はい、これで全部、あとは柚子を上に並べます。1 2 1 2、無農薬だからね。無農薬。3、4、あ、ちょっと中途半端、なんて中途半端、よし、あ、種取ってもらえなかったな、しまった。まあいいか、おいしそう。はい、完成、完成。さくちゃんの柚子、これ柚子鍋、柚子鍋、柚子胡椒鍋、柚子胡椒鍋完成です。さあ食うぞ。